様こんにちは、なりわでございます。本日は島村さんと近所のね、雑貨屋さんで、帽子を購入してきましたので紹介をさせていただきます。まず、島村の方のお洋服なんですけれど、これね、もしかしたら歩きに、東海道53というの歩きに使えるかな、もしダメだったら部屋着にと思いまして、パジャマがねもうそろそろ、買い替え時なので、まあパジャマにしてもいいかなと思いまして、購入いたしました。まずこちらですね、T シャツ、ちょっとざっくりした L サイズの、あのたっぷりしたね、T シャツを購入いたしました。この首のネックのところと、そしてあら、ここがあったのがあったんですが、これはネックのところだけですね。ネックのところだけロゴが入っていて、で前のところにポイントとして、こういったロゴが入っておりますね。これ東海道53次の時に着れるかなもしダメだったら部屋着としてパジャマ代わりに、着てもいいんですが、そして、その下に着る、ね、セットパンツを購入いたしました。こちらはラインが、白のラインが入っていて、こちらもこちらサイズは何だったでしょうか。あ、やっぱり L ですね。L を買いました。なぜかと言います。私あのこの丈が足りないので L にいつもしております。で、あの裾のところはね絞ってあって足首にフィットするようにできております。こちらは、980円でございましたね。前のところにはこうやって紐がついておりまして、あの調節できるようになっておりますね。ゴムですけれど、で、まあポッケも何にもついてないですね。シンプルな黒のスウェットのパンツ。で横ラインがついていて、裾はちょっと絞ってある感じですね。なので足首にきちんとフィットするんではないかと思いますね。こちら L サイズ、お値段が、島村安心価格ということで、980円でございました。T シャツの方はおいくらだったかな。あ、こちらはですね、今ね、こんな感じで結構ね、人気のようでございまして、こちらはね、やっぱり L サイズで1200円ちょうどでございますね。あの島村さんの価格設定はもう消費税込みのお値段でございますね。これは何だろう、なるほど、ミチコロンドンだったんですね。知らなかったです。今気がつきました。ミチコロンドンですね。あのごめんなさい、この札が、このロゴが、ミチコロンドンのロゴが入っていたんですね。知りませんでした。今ね、こちらの冊子を読んでおりましたら、80年代のストリートシーンを、なんだろう、これなんて読むんだろう、まあ、ミチコロンドンからよりカラフルでポップなミチコロンドン、スポーツがついにデビューということで、こちらのね、コンセプトなアイテムたちはストリートでみんなの視線を集めること間違いなしということですね。これもしかしたら歩きに来ても大丈夫でしょうかね。もちろんこれ一着で着ません。私下に必ず重ね着で、ね、あの下に何か着ますので、長袖をちょっとね今の時期だったら着て、上に、パーカーを羽織って行きたいと思っておりますね。これと、そしてさっきのこちらの黒のスウェットの上下で着ていけたらなと思っているんですが、どうでしょうか皆様いかがでしょうかね。まあね、これだったらもしかしたら、ね、東海道53次歩くのに着れるかもしれませんね。一度ちょっと試しで着ていって、まあこれ一着だけでも夏場はいいかもしれませんが、もしダメだったら、まあこちらはね、上下をパジャマ代わりにしたいと思います。もうそろそろパジャマもね、替え時なので、そう思って、まあ、どちらかで
まあ、最初1回ぐらいはねお 外歩きで、着ていきまして、その後はパジャマにしてもいいかなと思ってます。部屋着兼パジャマということでね、それと近所のね、あの雑貨屋さんで、あのこれからやっぱりあの歩くのに、帽子がねちょっと必要なので、帽子をね、購入してきました。キャップですね、何でもない普通のキャップでございますね。かぶってみてね、あの紺とかベージュとかがあったんですが、やっぱりあの私はあの黒なんでしょうかね、こんな感じでここやっぱり日よけになるのでね、顔がちょうど、なのでこちらねかぶりやすいですね、だからちょっと帽子が必要かなと思いましたので、帽子このタイプの帽子はあまり持ってないんですね。あの皆さんよくご存知の迷彩柄のね、あれはここのつばがね短いのであまり日よけにはなりませんので、ちょっと日よけをがっつりできるようなキャップがあったら欲しいなと思っておりましたので、こちらね、購入してまいりました。これ結構しっかりしておりますね。お値段の方が3132円でございました。こちら、消費税込みで3132円でございました。だからまあ良かったかなと思いますね。やっぱかぶってみないと本当はね、あのアマゾンか何かであの購入しようかと思ったんですが、あの私の場合ねあまり帽子はかぶりませんので、であまり似合わないんですよ私で、こういったタイプはかぶったことがなかったので、一度ねやっぱりあの実際にかぶってみないと似合うかどうかわかんないですよね。なのでかぶってみて、まあこれならばいいかなと思いまして、購入してまいりました。ということで本日は、近くの雑貨屋さんで、キャップと、そして、島村さんで、上下のねあのアウターあのセットの上下を購入してまいりましたということでございます。皆様方いつもなりわのチャンネルを視聴していただきましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。